なんやと？ゆっくり茶番劇が商標登録？何してくれてんの？何してくれてんの？怒りの東洋インバーター、発車します。うるさいわね。一体何に怒ってるのよ、霊夢。今日の主さん、めちゃくちゃ怒ってるね。あかねちゃん、とりあえず二人ともこれを見て。え？商標登録？何？これ？ゆっくり茶番劇が商標登録されてしまったんよ。どういうこと？つまり、ゆっくり茶番劇をやりたければこいつ20万円払えってことらしい。は？さすがにそれはおかしいでしょ。そんな。というわけだ。これは許せないわね。もうゆっくり実況できなくなっちゃうの？正式にはゆっくり実況の商標登録はされてない。しかし、ゆっくり茶番劇の商標登録を認めてしまったら、ゆっくり実況やゆっくり茶番を商標登録する不届き者が現れるかもしれない。つまり、ゆっくりというコンテンツ自体衰退すると。その可能性はあるな。そんなことさせないぞ。みんな。今回の一件、黙ってられるわけがないでしょ。利用料10万とか、何やってるかわかってるんですかね。本当、呆れるわ。マジでふざけんなよ。俺の動画茶番だらけなんやぞ。じゃあ一致団結して、皆さんでゆっくり界隈を守ろう。お最後にお知らせです。先述の通り、ゆっくり茶番劇が商標登録されました。幸い、このチャンネルでは収益化をしておりませんので、これからも動画投稿は継続していけそうですが、この事態を収束させるには、視聴者さんや他の実況者さんの力が必要なのです。私は現時点、見守ることしかできませんが、ゆっくり界隈の危機です。東方の公式さんが動いてくれることを、強く願っています。でも、商標登録した人への誹謗中傷は控えてくださいね。収益化をしていないので、動画投稿自体は継続できますが、騒ぎが収まるまで、このチャンネルでのゆっくり動画は、全面休止とさせていただきます。ライブ放送は通常通り実施するので、ぜひ見に来てください。ではこの動画をもって、しばらく実況動画はお休みします。ご視聴ありがとうございました。